ムランガはケニアの旧中央州中部のカウンティ。中心都市及び最大都市はムランガ。ムランガは1963年以前はホールトリデと呼ばれていた。2009年の人口は94万2581人。以前はアメリカの平和部隊を受け入れていた。宣教師が初めてケニアに来た時、すでにポルトガルが沿岸部を支配していたため、 内陸に分け入らざるを得なくなった。ムランガは、その時期に宣教師が最初に建設した集落の一つである。1895年、イギリス領東アフリカが建国され、最初の首都がムランガにあったスミス砦に置かれた。1952年から1960年、キクユ族が主導するマウマウダンの乱が発生した。茶とコーヒーが現金作物として栽培されている。 シティ・ポピレーション・ハット、アーカイブされたコピー。2013年12月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月12日閲覧。アーカイブされたコピー。2013年12月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月12日閲覧。アーカイブされたコピー。2013年12月11日時点の、 オリジナルよりアーカイブ。2013年12月9日閲覧。ムラン A カウンティーケニア。ありがとうございます。